ステン・オルバル・フルクベリは、スウェーデンの指揮者、作曲家。1910年、エーテボリ生まれ、クヌートベックに、ピアノ、クヌートホカンソンに、音楽理論を学び、ドイツのゾンダースハウゼン音楽院に留学。1928年に帰国して、エーテボリで、ピアニストとして、デビューを果たした。1931年から1934年まで、 エーテボリ大劇場の指揮者、1934年から1939年まで、イエブレボリ管弦楽協会の主席指揮者、1939年から1945年まで、ヘルシンボリ公共楽団の主席指揮者をそれぞれ、歴任した。1945年から1960年まで、スウェーデン放送で指揮者として勤務した後、 1960年から1967年まで、エーテボリ公共楽団の主席指揮者を務めたが、1967年から1975年に引退するまで、スウェーデン放送の勤務に戻った。また、1964年から亡くなるまで、スウェーデン放送の音楽番組の司会者も務めた。一方で教育者としては1960年より、 スウェーデン王立音楽院の教授を務め、更新の指導に当たった。1983年にリーディングエイニュテボツ、ナクソス、ありがとうございます。